アフリカ3年目ゴルフ語もマスターした男。ゴルフ語でこんにちははなんて言うんですか。なんかイスラム教の、はい、ラマネコン。ラマネコン。サラマネコン。ブラジャーでか。チブレさ、you like this? ただの型にただ物をしてるだけ、これは。いろいろ楽しめる。これ、2000って言ったら。2000は試してくんないですね。3000ぐらいになります。さあ、3000、せめて3000ですね。And this, maybe this? 2000? Wow. The diamond is the small one. 他も見てみます。他見てます、うん、Give money, give money, give money.500円です。はい。左右。左右。あれこれ全部。同じような感じですね。かぶってます？腰だけで。5000円。何でセペティ？あ、これか。セドゥミル。ドゥミル。メレガさあサプランレティシフィスケサはいタコンピサバサバグッドラブグッドマンおいいんじゃないですかいけたんじゃないですかトラビアンナンガレフナンガレフサバみたいなそれあれですかウォルフウォルフウォルフはいアンドゥフィアウ完全に二人してるお揃いすごいな、日本人だけど日本人に全く見えないな、あの人馴染みすぎでしょセネガルでは結構有名なココナッツジュースがドライブスルーで楽しめるというこれがココナッツジュースグラザマベイトクレメセサマースポクワオワオセイヤハンムがミルミルワオグラ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 セボセボなんか香しそうなんですけど安いすげえちょっとじゃあサガさんどうぞんダパネフワンワオどうすか？カップルみたいな。うまい。うん。あ、甘くて美味しいこれ。濃いっすね味。うん。トカビアン。トカビアン。まあ、なんて？大きいから千セーファーだってますけど、うん、大きくないなこれ。うん。うまい。美味しいっすね。美味しいっすね。甘い。すごい。うん。なんか。タイで飲んだ時、チャボン。え、ダパネフ。タイで飲んだ時はなんかもっと青臭かったんですよ。それはなんか爽やかで後味も。後味もいいですね。ちょっと甘みがあってすごい美味しい。この、それなんかあのドラえもんに出てくる何でもレストランみたいな道具があるんです。わかります？ああ、わかります。カレーがいいって言って、はい、こういうものを開けたらカレーが出てくる。はい、わかります。まあ、そんな感じですね。おお、プルプル。
すげえ。うん。美味しいですよね。甘い。なんかね、セネガルの方に聞いたら、はい、それ食べると精力がつくって言ってました。つくものがココナッツって美味しい。いいですね。うん。ココナッツジュースを飲みながらドライブしていると、セネガル人親子がバスケをしていたので2 on 2をしてみることにしました。相手は子供だろうが決して手を抜かない日本人の鏡ですね。しかし徐々にコンビネーションというか身体能力の差で徐々に負け始めてきました。お父さんに関してはガチで勝ちに来たもん。オッケー、この人。というわけで、なんだかんだアフリカ人親子に乾杯してしまいました。悔しい。言い訳じゃないですけど、僕クロックスなんですよ。そう、言い訳って。ここはダカールで数少ない日本食料理屋さん、行ってみたいと思います。日本食、はじめまして。はじめまして。いや、もう動画見させてもらってます。ありがとうございます。髪の毛、あ、切りたいので、ね、紹介してもらいたいんですけど。あ、なんかじゃあちょっといいとこあったら。あ、ありがとうございます。パクセロみたいな感じがする。そうですね、ちょっとおしゃれになってもらって。ありがとうございます。はい、お願いします。いいじゃないですか、セネガルの山田孝之。セネガルの山田孝之。最初は僕、山田孝之って言っちゃって。誰？商店です。山田君。一番似てる時の顔してもらっていいですか？いや、ちょっとわかんないです。ちょっと斜め向いてもらっていいですか？あ、一番似てる。やっぱり斜め。山田孝之。めっちゃ美味しかったっす。日本食4ヶ月ぶりぐらいの唐揚げとカツ丼と刺身と、なんかエンディング的なすごい、なんかもう頑張って作ってくれてる感じが。いや、ありがとうございます。ちょっと髪明日切りに行こうと思うんですけど、はい、すごい髪型でしたね。多分僕の髪質にならなさそうなんですよね。セネガルヘアで。セネガルヘアで。あれ、2回ともパクセロだ。はい、僕もあの中丸 TV チェックしておくんで、はい、定期的に。前回2ヶ月前とかであれでしょ。最近上がってない。多分もちもち上げると思う。あ、そうだ。中丸に来ることないですからね。あ、そうだよ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。また中丸に来たら来ます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったです。